待望の一枚。餌を慎重に調整していくことで本日初の一枚を手にした。ちょっと負けないように大きさももうちょっと大きくしてこう馴染み幅を出すようにしたらこうヘラのあたりでいいあたりで釣れたっていう感じですかね。連発。攻略の鍵となったのは餌。粘りを出した大きめの餌を使い深馴染みさせることで状況を打開した。ここからはさっきの馴染み幅がをキープするようにちょっと打っていきたいと思います。深くなじませるにしてもやはりヘラの煽りが出てこう強い当たりが出るっていう風な感じには持っていきたいと思いますね。餌が合えば見違えるような釣りに変容していく。これが漁団後の爆発力。狙い通りの当たりが出るようになればあとは一定のテンポで餌を打ち返していくだけ。筑波湖の釣りをじっくりと堪能する。自分とヘラとの駆け引きっていうんですかね、はい、ある方にヘラブナ釣りは心技体って言われたことあるんですけど、まさしくその通りだと思いますね、はい、で自分、まあ、浮きしかヘラブナのサインっていうのはもらえないわけですけど、それを見てどうやって釣るかっていうところに魅力はあると思います。基本的な餌はあるんですけど、まあ、それだけでは釣れないわけですよね。そこから浮きをやはり見ながらこう手直ししていって自分の思ったような動きを出せて釣れるっていう、まあ釣れないこともたくさんありますけど、その餌合わせっていうのが魅力だと思いますね。やはりその日によってもちろんタッチとか配合とかも変わってきますし、浮きの動かし方ですか、はい、やはり理想の動きをある程度持っててそこに近づけたいっていう、そういう思いではやってます、はい、釣り開始から1時間が経過。再び状況が悪くなり始めた。
浮きを深なじみさせることで強い当たりを出していたのだが、そのパターンが通用しなくなってしまった。あの辺で当たってほしいですけどね。理想としているタイミングで当たりが出ない。若干釣ってる棚よりは上に来てますけど、まあ、どこの池でも今そんな寄り方しますけど、あとはそれをどうこう当たる位置に引きつけて当たらせるかっていうことだと思うんで、まあ、この辺によってないんですけど、こうあとは引きつけ方ですかね。うまく引きつけて、まあ、今の空振っちゃいましたけど、あのぐらいの強めの当たりを出したいですね。強い当たりが出てもなぜか魚がかからない。またこう粘りの具合とかそういうのを探ってる状態ではあります。まあ、ちょっとずつは粘りも強くはしてるんですけど、再び餌で迷い始めた杉山。粘りだけでは状況を打開できなくなってしまった。どんなタッチが今のヘラに合っているのか、想像力を働かせながら慎重に探っていく。ちょっと粘りを出しながら行ったんですけど、ちょっとそれでも負けちゃってますんで、ちょっと手水とベーシックでちょっと比重っていうかそのつけてちょっと様子見たいと思います。バラケを抑える時に有効なベーシックを加えることで餌に比重を持たせる。ちょっと手水を打ってしっとりさせたいと思います。棚まで持つようになったものの、餌が食い頃になっていないと判断。手水で若干しっとりさせた。しかし今度は浮きが入っていかない。やられちゃう。餌のつけ方を若干強めにしてみる。アッパーですね。惜しくもアッパー。
まあ当たりはしましたけど、ちょっと流れたような当たりだったっていうことですかね。手水での微調整と餌の付け方の工夫で解決への糸口をつかんできた。ようやく手にした一枚。まあ、生蓋った状態からちょっと手水でしっとりさせて若干粘り入れたんですけど、それでまあ浅なじみではありましたけども強めのあたりが出たんで、こうちょっとしっとり粘の方向でいいのかなっていう感じがありますね。それですね、さっきのはスレでしたけど、当たる前のちょっとこうクーッと持ち上げるような触りっていうんですかね、煽りっていうんですかね、ああいうのはこう好きっていうか、ああいうのを多く出して強めの当たりを出したいですね。徐々に理想としている形に近づいてきた。どうやって釣ったのか、どうしたら釣れるのか知りたい方は釣りビジョンクラブをチェック。クラブ会員にはもっと釣りが楽しくなるスペシャルな特典が盛りだくさん。釣りビジョンクラブ。